いいディフェンスですね。ホーキンソンスイッチしている。宇都宮ファウルあった。バスケットカウントエンドワンです。いいドライブでしたね。点の女子ホーキンソン。なんですかね、今のもあのジェミー選手がついてるんですけど、はい、いいですよね。ここで少し時間を作らせてますよね。モズリー、岡田、スリーを打っていきます。おお、来ました。来ましたね。前田が左のコーナーにいます。それから右のコーナーに栗原がいます。ホーキンソンが持っています。ホーキンソンとヤン・ジェミンのマッチアップでした。ジェミー選手も仲いいですからね。そうなんですよね。まあ、先ほどから、まあ、あのフィジカルで、はい、あの勝てるっていうのがもう北側。さらにここスコットとホーキンソン。スコット左手沈めてきました。ねじ込んできたという印象。よく入れましたね。エンド入ってきた。苦しい体勢、しかし沈めた。よく入れましたね。岡田のファウルでした。栗原、ホーキンソン入ってきた。うまいですね。果敢に入ってきました。渡辺、岡田、渡辺、ここモズリー、見事。いいですね。いいアタックでした。宇都宮後半入って1回目のタイムアウトを取りました。ここですね。うまかったですね。前田からモズリーへ、そして再びモズリー行くか。ファウルランプで沈めてきた。岡田です。来ましたね。来たー。イープー、得意のパターン、得意のプレー。ボールがリングに近づきすぎてるのが流れてるんですよね。はい、でもよく押し込みましたね。片手で押し込んでいきました。ポジションアローで打ち目になりました。この辺りの勝負はやった。熊谷終わった。来ましたね。イージーバスケットになりました。ショットクロック今5秒切る。岡田が持っているがない、時間ない。決めた、沈めた。宇都宮スコット入ってきた。沈めました。リバウンド進出、ホーキンソン抱えた。長いパスが三井に渡る。そしてモズリー。そしてこの瞬間、信州ホームで2連勝。去年のチャンピオンチーム宇都宮を下し